皆さんおはようございますご紹介で預かりました内閣総理大臣の岸田文雄です本日連合第18回定期大会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます本日の定期大会がコロナ禍前と同様に盛大に開催されますこと心よりお喜びを申し上げます 猪瀬の会長をはじめ、連合の皆様方には、新しい資本主義実現会議や、子ども未来戦略会議をはじめ、政府の重要な会議に参画いただき、積極的にご提言をいただくなど、日頃より政府の取り組みに格別のご理解とご協力をいただいておりますこと、厚く御礼を申し上げます。 さて、日本の経済は、3年半にわたるコロナ禍を乗り越え、改善しつつあります。今年の春闘では、賃上げ率は3.58%、中小企業においても3.23%と、30年ぶりの高水準となりました。 また、まあ、最低賃金も過去最高の引き上げ幅で全国平均1004円となり、まあ、1000円超えを達成をいたしました。ここに至る連合の皆様の多大なご尽力に敬意を表し申し上げます。とはいえ、コロナ禍を乗り越えた国民は今、物価高に苦しんでいます。 今こそま成長のま成果を国民に適切に還元すべきであると考えていますその一方で我が国経済は長年続いてきたコストカット型の経済から賃金や設備投資にも経済の熱量を感じられる適温ま経済の新たなステージに 移れるチャンスを30年ぶりに迎えつつありますこのチャンスを逃すわけにはいきませんこうした観点から熱量あふれる新たなステージへ移行するとの方向感を明確かつ確実にし決して後戻りすることがないよう今月末をめどに 経済対策を取りままとととめることといたしましたしし経済の熱量の源これは言うまでもなく賃上げです皆様のご尽力もあって生じた賃上げの大きなうねりを持続的なものとし地方や中堅・中小企業にまで広げていかなければなりません。 このためま地方中堅中小企業を含めた持続的ま賃上げ所得向上を経済対策の柱として掲げています賃上げ税制の減税制度の強化をま検討するとともに構造的ま賃上げ実現のための三味一体の労働市場改革を 推進いたします中小中堅企業の賃上げの環境整備や人手不足対応生産性向上を通じた賃上げの継続を支援してまいりますいわゆるこの年収の壁の対応については先週支援強化パッケージを決定し 今月の最低賃金の発行に合わせて実施してまいります。これは若い世代の所得向上や人手不足の解消は待ったなしの課題であり、緊急的な対応を講じたものです。費用者保険の適用拡大などの制度の抜本的な見直しについては、 次期年金制度改革に向けて精力的にま検討を進めており最低賃金についても2030年代半ばまでに1500円となることを目指してまいりますこのように壁をなくすための制度改革に全力を尽くしながらそれを待つことなく 壁を乗り越えるすべての方を支援するえ。この考え方について、ぜひ皆様のご理解をいただきますようお願いを申し上げます。若い世代の所得向上を図ることは、若者が結婚し、子供を持ちたい希望をかなえることにもつながります。え子供も子育て政策の抜本的なまあ、強化に向け、 今週月曜日には子ども未来戦略会議を開催いたたししました6月に策定した子ども未来,未来戦略方針に盛り込まれた加速化プランのスピード感ある実行を図りそのためにも来年通常国会での法案提出に向け各種施策の制度設計の具体化 これを進めてまいります賃上げ、そして人への投資による経済の好循環を実現し、明日は今日よりも良くなると実感できる日本経済としていくため、引き続き皆様方とコミュニケーションを密に取りながら、全力で取り組んでまいりますので、 今後ともご協力いただきますようよろしくお願いを申し上げます最後に皆様方のご健勝とますますのご発展を記念いたしまして私のご挨拶とさせていただきます本日はご正解誠におめでとうございます